友達を作る方法。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、今日はポルトガルユーラシア大陸西端のロカビサヒからお届けしています。素晴らしいね、風景がこう広がるそういった場所からお届けしています。今日は質問いただきました。コドッキーさん、28歳男性。私は友達がほとんどいません。カバサワさんのアドバイス、コミュニティに参加しようと実行してある習い事を始めましたが、すでに仲良しグループができていて仲間に入りづらい雰囲気です。どうしたらいいでしょう。習い事はやめるべきですか。確かにそういうのってあるかもしれませんね。他の人は何ヶ月もあるいは何年もそこのコミュニティに参加してる、あなたは今日初めて参加したばっかりだとするとなんかちょっと浮いた感じになったり、自分から積極的にそこに入ろうというのもなんかねちょっと勇気がいるし、浮いた感じになってしまうというのはまあありがちなことではないかなというふうに思います。じゃあどうしたらいいかってことなんですけど、やっぱり心理学法則っていうのがとても役に立つと思うんですね。それはザイオンス効果という非常に有名な心理学効果です。ザイオンス効果って何かというと、単純接触効果、接触回数が増えれば増えるほど人間関係は親しくなっていくという法則ですね。だからこの習い事に参加している人たちは今までも5回、10回、20回、下手すると何十回も会ってるから仲良くなってるわけですね。まさにザイオンス効果の通りでございます。あなたは1回目ですから親しくないというのもザイオンス効果の通りだから、1回目から親しくなるってことは心理学的に無理なんですね。あなたが非常に外交的でコミュニケーション力が高かったとしてもですね、たった1回、2回、3回しか会ってない人と10回、20回会ってる人と同じように親しくなるってことはこれ不可能な話です。じゃあどうしたらいいのかということになりますと、それはですね、何度も会うようにするってことですね。人間の関係性ができていく期間としてどのぐらいのものが必要なのかといった場合ですね、私は3ヶ月ってことを言っています。これはどういうことかというと、例えば実際治療関係なんかもそうなんですけども、病院に患者さんと来てある程度医者と患者さんの関係性が構築できるまでにやっぱり3ヶ月ぐらいはかかるよなと。たった1回で患者さんと気心が通じるというか、そういう状態になるっていうのはまあ不可能だよねと。2回3回でも結構難しいよねと。でもまあ3ヶ月ぐらい通う、まあ実際2週間ぐらい通うと6回ぐらいですから、5回ぐらいを超えたあたりからある程度こう通じるものが出てくるよねっていうのが、まあ多分精神医学心理学的な考え方だと思うのです。つまりそういう心理のプロにおいても3ヶ月ぐらいかかるわけですから、実際の普通の人が1回2回3回あったぐらいでですね、ものすごく通じ合う関係性ができるっていうことはまあちょっと普通では難しいわけです。たった1回ね、精神科かかっただけでね、医者と相性が合わないからもう行きませんとかいう人が多いんですけど、実に私はナンセンスだと思うんですね。最低3ヶ月ぐらい通わないと本当に相性がいいとか何か気心が通じるようなことは起こってこないので、友達関係でも同じです。いい関係性が作れるのかって言うと、そんなことそんなにすぐうまくいくはずなんかないんだから、今習い事をね言われてるってことなので、3ヶ月とか6ヶ月ぐらい通っていただいたらいいかと思います。そうするとおそらく仲良い友人っていうのが1人か2人ぐらい現れてくる可能性がありますね。例えば今コミュニティを辞めるとして、このコミュニティに行ったらあなたを受け入れてくれるかっていうと、絶対受け入れてくれないよね。サイオンス効果で3回も会わないと人間関係って深まらないんだから、だからそういうことも踏まえて何度も会うってことが人間関係を構築する上でとても大事なことになってまいりますので、もう少し頑張って3ヶ月6ヶ月というふうな形でコミュニティにね継続的に参加していく中で、親しい人間関係というのができます、友達というのができてきますので、継続するってことをちゃんとやっていかないと、これから他のねコミュニティに参加したり、いろんなところグループに参加したりするときも友達ができないってことは永久に続くわけですから、ぜひここは辛抱して友達を作って頑張ってほしいなというふうに思います。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。